はい、こんにちはジミです今回のテーマはですねこちらですね「満足のハードルは下げるのではなくいくつも用意しましょう」という、ね、そんなテーマになりますね、はいえー、どういう時に満足して幸福感を感じるかこれはまあ人によってそれぞれだと思います各々が自分なりの満足感の基準を持っていてそれをクリアすることで新たな推進力を得ています中には大きくて高い目標を設定する人もいると思いますね クリアすることは簡単ではない反面達成した時の喜びもまた等しようということいこになりま,すまあ言ってみればですね中途半端なところで満足するんじゃなくて非常に高みを目指している人は多くいますね一流のスポーツ選手を見ていても、まあ、十分活躍できている現状に満足することもなくさらなる高みを目指すという、ね、発言をよく聞くことがありますこのように満足のハードルを高く設定することは、まあ、大きな目標をクリアする上で非常に重要だというふうに言われています まあ一方でですね、高い基準が満たされない限り、満足を感じられないということになってしまえば、それはまた問題ですね。自分も楽しくないだけではなくて、周りにも良い影響は及ぼしません。ということで、今回はですね、満足のハードルの設定の仕方について考えようと思います。満足のハードルを下げることを推奨する声もあるんですけども、それよりはですね、まあ、ハードルをいくつも用意するということが大事かと思います。 とということで、まあ、低いハードルも必要ですよっていう話に移っていくわけなんですけども、まあ、その満足のハードルを下げることが大切であるという声も聞かれる一方なんですけどねえ確かかに満たされれれれるるる基準が下が下ば、それだけ幸福感を感をじる機会は増えるのかもしれません。一方でえ本当に自分が達成したいことが見えなくなってしまうっていうことにもなりかねないんですよね。 そこでハードルを下げるんじゃなくてハードルの数を増やすということがね有効になってきます低いハードルをいくつも多方面にわたって用意しておくっていうことが非常に大切ですね目指すべき方向例えばまあ仕事というベクトル上だけではなくてですねプライベートのさまざまなことに対してクリアすべきハードルを考えるということになりますねそのハードルに気づいてそれを乗り越えたことを認識すれば小さな満足感をいつも感じることができるということですね 高い長期的なスパンの目標を掲げている人たちは、その手前にね、実際いくつもの小さな目標を上手に設定していることに気づきます。道のりの途中にある目印となるような、えーまあ、言ってみれば通過点だけではなくてですね、日常にあるさまざまな出来事に対して、満足のポイントを意識することで、いつも前向きに笑顔を絶やさないことに成功しています。最近ではですね、メジャーリーグで大活躍中の大谷翔平選手。 がですね目標設定シートっていうんですかねあのマンダラチャートっていうのがあるんですけども話題になりました 3×3、まあのですねここのその枠の中心があるんですけどもそこに達成すべき最終目標を書いてその周りの8つの枠にですねそのために達成するべき目標っていうのを設定して書いていくっていうパターンですねでその8つに対してもまたさらにその目標を達成するために細かい目標を設定していくとそんなマンダラチャートと呼ばれている仕組みですよね でその大谷選手の場合は、えー、高校1年生の時点でそれを書いたというふうに言われています。中心、一番中心の目標には、えー、公開だったんですね、ドラ18球団、つまり、えー、野球のドラフト会議、プロ野球のドラフト会議で8球団から1位指名を受けたいですというね、えー、そんな目標が書いてあったわけです。で、その周りの8つにはですね、このように、えー、体作りですとかコントロール、 キレメンタルスピード160キロ人間性運変化球という、まあ、成長させるべきね一番中心にあるドライチ8球弾、これを達成させるべき項目として設定されてるんですねさらにその外の枠にはですねこの8つのことを達成するためにするべきことっていうのが並べられていくわけなんですね。 人間性ですとか運この項目の周りには何が書いてあったかって言うと例えばまあ挨拶ですとか感謝礼儀ゴミを拾うといったね野球以外でも日々実践するべき内容が記されていたんですね、えー、まあ言ってみればドライチ8球団なんていうのはですね過去誰も達成したことないようなとんでもなく高い目標なんですけどもそのための小さな目標には誰もが毎日無理なく取り組めるような内容も書いてあります それをクリアすることで前向きさを保つっていうことができたんじゃないかなというふうに思います大谷選手の例からもわかる通りですねポイントは当たり前のことも盛り込むことではないかなというふうに思います長い時間をかけても超えられるかどうかわからない高いハードルがある一方で必ず用意しておきたいのは毎日クリアを認識できるハードルですね満足のポイントをいくつも作って気づくようにしておくということが重要かと思います えー、今日も家族が無事に過ごすすこととがでできたとかですね、えー、ご飯を美味しくいただくことができました、えー、感謝の言葉を発することができましたこういった、えーまあ、簡単なポイントを置いておくことも大変重要なんですね、えー。意識しなければそのまま気にすることもなく流れていってしまいますけども意識して考えてみると本質的な幸福感を感じることができるはずなんですね。 大きい目標、えー、高いハードルをクリアするために歯を食いしばって努力することもたまにはあると思いますしそういう時期も必要かと思いますただし毎日のようにそのような状態を持続させることは大変難しいことですねさらに周りにいる人にとってそのような苦しい姿ばかりを見せていてもあまり良い影響は与えられません幸せそうな人笑っている人そして上機嫌な人ですねこのような人には自然と同じような人が集まってきます そこにチームワークや人間同士の相乗効果が生まれるという機会、これが増えるんじゃないでしょうか。高いハードルがあるからこそ、それまでの道のりで多くの小さなハードルを用意して、それを意識することが大切ですという話でした。以上ですね、今回はこのあたりで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。